どうも、こじゅんです。ということで、今回は行動経済学編ということで、行動経済学ね、行動経済学で何と思ってますね。まあ、簡単に今パッとこの Google で調べたら、行動経済学は、経済学と心理学の視点を組み合わせ、人間の経済行動をより現実に即して分析や誘導をしようという学問です。はい、これわけわかりませんということで、こんなのどうでもいいんですよ。でもね、例えばですよ、なんで夜にあなたはアイスを食べてしまうのか、ね、カップラーメンを深夜に食べてしまうのかとか、なぜダイエットは今日からじゃなく明日からにしてしまうのかとか、なんでポテトチップスは一つ食べたら止まらないのかとか、なぜアマゾンプライムはその、ね、映像終わった後に次の動画ってやった後に、もう深夜で寝なあかんって分かってるのに見てしまうのか、そしてなぜあなたはそのスマホを選んだのかっていうのと、なぜあの携帯会社は新しい携帯買うとき、プラン変更する、機種変更するときにあんだけ時間がかかるのか、これね、すべて行動経済学が関係しているんです。これを理解すればもう人生を理解するということでね、これすべてがわかります。ぜひ見てってください。すべて解説します。これですよ、もうこの行動経済学についてもめちゃくちゃ勉強しました。もうこれの本をもう一気に私がまとめてめちゃくちゃ分かりやすくね、解説していきたいと思いますので、もうこの本読んだことになるというめちゃくちゃ有益ですね。はい、で、まあ、例えばさっきのあの携帯ショップがなんであんな時間かかるのかっていうのはもう全員が分かってるわけですよね。脳で携帯ショップ買いに行こうって言ってね、買いに行こうとするじゃないですか。まあ、CM とかに流れてくるわけですよ。安いなんか楽天モバイルとかね、月額何円とか言うと、え、私5,000円払ってるやん言うて、よっしゃプラン変更しに行こうって思った時に、もうまず第一に考えるのが、うわ携帯会社めちゃくちゃ時間かかるなってなるわけですよね。でもめんどくさいって言って先送りするわけじゃないですか。もうそれは企業のもう完全なる思惑通りってことですよね。もうこの日本中の何百人何千人何万人がそれで携帯のプラン変更を先送りしてるかってことですよ。ほんまに私のおじいちゃんもずっとガラケーのやつでね、一生買えない、はい、ってことです。で、まず簡単にこの行動経済学は、まあ、めちゃくちゃ簡単に言うと、例えばここに、3つの商品があります。はい、この緑のやつは4,000円ね、4,000円。真ん中の、水色のやつは1,980円。一番、左、そっち、どっち、左か、左の紫は1,500円。これどれも整髪料です。あなたはどれを買いますか、もうパッと決めて、そしたら絶対にこの真ん中の1980円が一番売れるんですよね。で、これが行動心理学ということです。真ん中を選ばせているっていうこと。だからあなたはね、あなたは何か商品を買うときに自分で買ってるんじゃないんですよ。それ買わされてるってことなんですよね。それをよく理解してるかしてないかということで、今回はいっぱい本読んだ中でもうこれやって言ったものをもうめちゃくちゃピンポイントで分かりやすく 1,2,3,4,5,6,7,8,9、 もう9個にね、もうたった9個に落とせました。まず1つ目、人は利益よりも損失の方を大きく感じる。これはね、あるあるですね。だから損したくないっていうのを強く思うってこと。だから例えばこの商品を買ったら300円得しますよっていうより、この商品買わなあなたは300円損してますよっていうチラシの方が反応率爆上げってことですね。はい、2個目、現状維持バイアスっていうのは、今のままでいい、変化をしたくない、変化することをストレスと感じてしまうこと。これめちゃくちゃあるあるですよね。もう俺全員が当てはまりますよね。
だからそのダイエットの時とかも今の生活のままがいい、変化は嫌、携帯電話もそうですね、ずっとこれ使ってきたからずっとこれでいい、変化は嫌。でスーパー行きますよね、いつものアイスを取る、変化は、いやこれは違うか、他の要注文だったら行くから、はい。で3つ目、初等効果とピークエンド。で初等効果っていうのは最初初対面の印象が残り続けるってこと。でこれありますよね、もうこれ初対面でパッと会ってパッと見た目でもう人判断してしまうんですよ。見た目ではもうサングラスかけてね、黒いスーツ着てで、ね、物はめちゃくちゃでかくてゴリゴリやったら、うわー怒ると怖そうっていう印象をつけてしまって、もうそれが頭から離れない、怖そうっていうもう思考になっちゃってる。これが初等効果で、その印象が残り続けるよって、大きいよっていうこと。そしてピークエンドっていうのは一番最後にいい印象を与えると全体の評価もアップするってこと。まあ簡単に言ったら、ある人と会って話して帰る時にこう、あこんにちはって会ってまず話します、こう内容はねめちゃくちゃクソみたいな、なんやこの人自分の話しかせんし、もうなんか反応悪いし全然楽しくないなって思うけど、最後にあ今日楽しかったです、ありがとうございましたって言ったら、あれあありがとうございますって言って、この最後に与える印象、分かり際のいい印象を与えるとこの全体の評価がアップするっていうのがピークエンド。そして4つ目、これが、伝え方。単位は、短く感じたければちっちゃい範囲で、まあ簡単に言ったら1ヶ月間っていうよりも4週間って言った方が短く感じるし、そういうことやね。あとは金額、2000円っていうよりも1980円の方が、実際は20円しか安くなってないのに、あ1000円台なんやっていう、これも初等効果で、1980円の1000が初めが1、それが印象残ってるから、あ1000円台ってなるのと、2000円って書いてあったら2が初めに来るから、あ2000円台っていうので、20円の差なのにめちゃくちゃ違う1000円ぐらいの差が感じてしまうっていうこと。そして次、言い方ですね。年間丸々、じゃあ節約すると年間丸々節約できるっていうよりも、節約しないと年間丸々損している、まあ、これはさっきと似てるけど、あとは言い方としてたった2週間っていうのと、じっくり2週間っていうのとではもう感じ方が違うよってこと。そして1,2,3,4,5、5個目、これが同調効果。他人がやっていると